100万もらってたらもっと騒いでますよ。100万来てたら、ね、こんなブルーなテンションじゃないでしょ。100万来たら、うわーってやってるよ。来てるわけねえだろ。くれるわけないだろ、100万なんて。ほんと嘘つきやがって、マジで。ちょっとだけ期待したのに。ちょっとだけ期待したのにさ。予算に対する嫉妬がしだすぎる。みんなにバレてるよ。いや、別に予算に嫉妬なんかしてないですけど。予算に嫉妬なんかしてないですよ。別に。これっぽっちもしてないですけどね。いやなんか、なんだろう、まあ別に、なんて言うんだろうな。なんかそういう風に見える人もいるんか知らないけど、俺本当に絡みたくない人の名前とか出さないのよ、ずっと言ってるけど。で、よっさんって別に絡みたくない人には入んないから、俺の中で。で、まあよっさんも俺の悪口とか結構言うじゃないですか。だから俺もただ言い返してるっていうか、まあ別にそれはなんか本気で嫌いで言ってるわけじゃなく、別にそのなんかプロレス的な感じで言ってるだけで、あっちも悪口言ってるし。そう。だから別になんていうの、ただそれだけなんですよね。別に嫉妬とかないっすよ、本当に。マジで。てかむしろ、どっちかっつうとだけど、まあ、嫉妬っていうよりも、まあ、よっさんって、まあ、ちょっとかわいそうな部分もあるかなとは思うよ。まあ、ゴミだけどね。まあ、例えば、なんか、まあ、よっさんもまあ、その、閲覧で言ったらね、かなりトップクラスじゃないですか。でも、ナイスとか全然あの人押されないじゃん。まあでも別に人の悪口とかね、言って、人のリスナー入らしてるようなやつだったりはあるけど、でも、もうちょいなんか長時間やれば、それなりにもうちょい上にはいけると思う。まあ、賞金もらえるぐらいは多分いけると思うのよ。でもまあ、あの人なんかそのナイスとかやんないじゃないですか。長時間やんないじゃん。まあ、その一応あんなんでも、糖尿とかで体が悪いから長時間できないだろうから。だからそこでちょっと損してる部分もあるのかなと思って。まあ、てかまあ別にナイス取ってる人自体あれだけどね。なんか人とコラボしたりとか、なんか人のアンチ取り入れて取ってる人もいるから、まあ別に正式なちゃんとしたランキングでもないし、てか、まあそもそもフワちゃんってみんなゴミの集まりで、ゴミがどんだけゴミなことをして、どんだけ人集めて押させるかみたいなとこもあるから、まあ別にね、あれなんだけど。まあ別にでも、マジで、嫉妬とかはないかな。ちょっと肉焼いてく肉でも高級肉。ただ賞味期限超切れてるけど。賞味期限超切れてるけど、肉焼いて食いますか？ちょっと肉持ってくるか。よいしょ。やばいな。賞味期限が1年半ぐらい切れてる。これ食えるかな？これやばいかな？あー、匿名の方、おいが、アラブの石油王、ウィロゼビルゲイツ、ソフトバンク、ソーマー大臣。ありがとうございます。シンゴさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。あ、止まっちゃうかな。止まんないか。よいしょ。こんなゴミクズにアイテム投げんなよ。じゃあこんなゴミクズの配信お前見てんなよ。え？違うの？ 違うっすか？え？わかるお前。ねえ。こんなゴミクズにアイテム投げんなって言うんだったら、こんなゴミクズの配信てめえが見んなよ、ゴミがや！おい！ああ！
てめえが見んだろ、おめえが。ねえ。もしさ、NHK がさ、すっげえ批判されるようなゴミみたいな配信してたとするやん。でもそれって、でもあなた見てますよね、視聴量って言ってんのと一緒なんだよ。え？ゴミだったらみんなてめえや。あ？違うのか、ゴミが。てか、こう食えますかね、これ。これ食える？おはようございます。これ食えますかね？これね、ツイキャスのキャンペーンでもらったのよ。ツイキャスのキャンペーンでなんか肉が当たって、で、これなんかググったら、これね、2万ぐらいだったかな？ 2 万5千円ぐらいの価値が、あ、普通に買うと多分2万5千円ぐらいだったんだよ、多分。まあ、何個か食べたの？このでっかいやつが確か3個入ってて、そのうち多分2個食ったのかな？で、あとちっちゃいブロックみたいなのがあって、この下に多分ブロックのあると思うんだけど、それもいくつか食ったんだけど、まあこれよりは全然量あったんだけど、で、合わせるとなんかググったら2万5000円ぐらいの肉だったんですけど、まあ、半分ぐらい食べましたけど。これマジでどうして、これ食えると思う？本当に。これ本当に食えると思います？皆さん。どう思います？一年半過ぎてんだよ、賞味期限。なんか心なしか、肉が干からびてる気がする。いや、でも冷凍されてるからかな。冷凍ないける？マジで。なんかめちゃめちゃ氷とか、なんかさ、すごい古くなるとなんか氷とかこういう風になんかなんない。なんなんだろうね。アイスとかもそうだけど、賞味期限めっちゃ切れるぐらいのレベルで、あの、長期間保存しとくと、アイスとかもそうだけどさ、このさ、この、細かい氷がなんか表面に出るよね、なんかね。食えるかな？いやでもこれ本当に、元はめちゃめちゃ、高級な肉なんですよ、これマジで。これめちゃめちゃいい肉よ。超高いよ、この肉。うん。いや、だからこれ本当に高級肉だから、本当にガチで。超高級なやつだよ、これ。ツイキャスのキャンペーンで当たったんだよ、俺。で、ググったら、これ多分、2万5000円ぐらいするの、買うと。いや、いいよ。あのね、玉ねぎもうないね。吉井さんが多分使っちゃったんだな。俺に使われたくないからと思って多分炒めて食っちゃったんじゃないか。玉ねぎ多分ちょっと残ってたはずだけどもうないわ。でも買ってくのめんどくさいからな。5時間かかる。いや、肉焼いて食うからいいよ。肉を焼いて食べるから。ダメだよって言われて。そもそも多分も玉ねぎを切ること自体切れられるだろうなと思ったけど。肉を焼いて食べるなんてとんでもないことだからダメだって言われて。よし、じゃあ、これとりあえず解、もういいや、もうレンジでいいや、もうめんどくさい。レンジで解凍してくるわ。ちょっと質落ちるだけでいいよ、もう。こんなことしてりゃ向こうがね、あれあんた汚れちゃうんだよ。解凍まで時間かかるんかかったっていいんだよ。俺がやったらいいよ。いや、吉江さんがやったら絶対美味しくないから。いいんだよ。僕が焼きますから。いや、吉江さんが焼いたら、あ、でもまあ、どっちにしろあれ、たくさん焼かないとか。古いからな。どうしよう、野菜買ってくる？やっぱ野菜も欲しいよね。
まあ、僕もね、さすがにね、あんな油っぽいやつを野菜抜きで食うのはきつい気がする。野菜買ってくる？よしえさん！玉ねぎないの？あるよ。あるんすか？キャベツもあるよ。あ、あるんだ。キャベツあるよ、お前が買ってたから。やだやだ。いや、もう焼こっか。焼こう。いやでもステーキ用だけどいい肉だったら柔らかいからそれで、ね、すき焼きやっても絶対美味しいのよ。焼き取れてくる。いやでもめんどくさいから焼きでいいや。よだ、じゃあ玉ねぎ切ってよ。玉ねぎ、玉ねぎは何だよ。焼肉用に切るんか。ほら飯で、吉井さんもそれ食えばいいじゃん。食わないよ、俺もう。そうです。賞味期限1年半切れてるから。1年半切れたって冷凍してあるから知らない。でもそれめちゃめちゃ高いんだよ。それ2万5000円するんだよ。もらったんだよ。あのね、まあ、半分ぐらいは食ってあるんだけど、それだけでもでも1万5000円ぐらいすると思う。もらったんでしょ、どっかで。ツイキャスっていう配信サイトで、検証に応募したら当たったの、それ。あの、すげえ前なんだけど。ツイキャスのお肉なんとかキャンペーンってのがあって、それ応募したら当たったんだよ。どうぞ、スマホ配信に切り替えるか。うん。ちょっと待って。ないな。あれ？どこやった？スマホ立てとか。車の中かな？車の中行ってくるわ。多分スマホ立てとか車の中や。あとちょっと飲み物買ってこようかな。ちょっと飲み物買って、ちょっと待っててください、ね。あの近くの自販機で飲み物と、あと車の中からスマホ立て持ってくるんで。